ソニーモバイルコミュニケーションズエクスペリア、エクスペリア XZSO-01J ドコモスマートフォンエクスペリア XZSO-01J はソニーモバイルコミュニケーションズによって開発された NTT ドコモの第4世代移動通信システム、第3.9世代移動通信システム、第3世代移動通信システム対応端末であるドコモスマートフォンの一つ。本機種は エクスペリア XZ の日本国内ローカライズモデルであり、エクスペリアシリーズのフラッグシップモデルとなる。エクスペリア X シリーズの日本国内第2弾端末。2016から2017年当初の新商品の一つとして発売された。2016年夏モデルのエクスペリア X パフォーマンス SO-04H と同じソークを採用しているが、 画面サイズやバッテリー容量については SO-0HJ の方が大きい。また、2015から2016年当初モデルの Xperia Z の SO-0HH とは画面サイズやバッテリー容量が共通する。カメラにはイメージセンサーの補助を目的にサブセンサーを新たに搭載したトリプルイメージセンシングを用いている。なお、 本機から USB 端子が従来のマイクロ USB からエクスペリア発の USB Type-C に変更されている。したがって、ドコモ純正品の場合、AC アダプタ AC06 単体内子は従来の AC アダプタ AC05 とマイクロ USB 変換アダプタ B2C01 が必要となる。また、翌年に発表されたズペリアッ a スズ,ズは、 このモデルと比べ、ラムが 4GB になり、カメラなどの強化がなされている。ありがとうございます。